クリップアート、クリップアートとは平面の四角芸術において主に差し絵の目的で使われる規制の図像である。クリップアートの図像のほとんどはイラストレーションである。ストック写真はクリップアートとは呼ばれない。クリップアートは電子的なファイルまたは印刷物の形式で提供される。クリップアートの利用者は四角芸術の作品を作るときに 多数の図像が集められて提供されるクリップアートのコレクションの中から目的に合う図像を選んでそれを別の作品の中に挿絵のように置く。今日制作されるクリップアートの大半は電子的形式である。クリップアートが表現する概念、そのファイル形式、ライセンス形式などは様々である。挿絵のような絵を多数収録した本が日本で日本語で出版された場合、 そのような本のタイトルには、イラストカット集、または、カット集という言葉が入っていることが多いという事実。公共図書館で、カット集という検索語で本を検索すれば、確かめられる。既存の印刷物から既存の画像を物理的に切り取って利用したことから、クリップアートという用語が生まれた、クリップとは、切り抜く。出版へのコンピュータ利用以前には、クリップアートは、 切り張り作業の一環で使われた。当時のクリップアート画像は手で切り抜かれ、接着剤で原稿に貼り付けられる。それに、写真食事でテキストなどが追加され、半下原稿が完成する。1990年代には、ほとんどの出版社が、この作業を DTP で置換した。IBM PC、1981年や、マッキントッシュ。 1984年のようなパーソナルコンピュータの普及後、DTP の発明によって、コンピュータでのクリップアート利用が広まった。IBM PC 向けの最初のプロが作成したクリップアート集は、1983年、VCN エクセクビジアンがリリースした。その内容は、ビジネス用など、プレゼンテーション用画像が主だった。マッキントッシュは、当初から DTP 向であり、 1985年には、レイザーライター、レイザープリンターが登場し、同年アルダスがページメーカーをリリースし、プロの使用に耐える DTP が、パーソナルコンピータ上で可能となった。1986年、DTP の勃興によって、規制の電子形式の画像の需要が高まっていった。電子式、クリップアートはその需要を満たすために生まれた。初期の電子式、クリップアートは、 高度なイラスト作成ツールがないため、単純な線画かビットマップ画像であった。マッキントッシュ用プログラムマックペイントが登場すると、これがビットマップ形式のクリップアート作成に活用された。初期のクリップアートで成功した例として、T メーカーがある。同社は、ライチナオというマッキントッシュ用、ワードプロセッサーで知られている。T メーカーは1984年に、 マッキントッシュでの DTP 用のクリップアートをクリッカートのブランド名でリリースした。企業やビジネス向けのシリアスなクリップアートをデザインした初期の人物として、ミケマシス、ジョー・ウン・チャグレン、デニス・フレガーがいる。彼らの作品も T メーカーによりクリッカート・プブラケーションスとしてリリースされた。1986年、アドビシステムズはマッキントッシュ向けの アドビイラストレーターをリリースした。パーソナルコンピュータの GUI 上で、ベクトル画像作成を可能にした最初のソフトウェアである。また、1987年に T メーカーが、ベクトル形式のクリップアート集をリリースした。当初ベジェ曲線の編集に不慣れな人が多かったが、グラフィックデザイナーなどは即座にその利点を理解し、T メーカーのクリップアートは1980年代後半から1990年代前半に業界標準の地位を確立した。1994年 T メーカーはデラックスコーに売却され、その2年後にはライバルのブロタービンドのものとなった。1990年代初期に CD ロムが普及すると、ドーバー出版などのコンピュータ以前のクリップアート企業が電子式、 クリップアート市場に参入し始めた。1990年代中盤には、クリップアート業界にも革新があり、同時に、質よりも、量を重視する、マーケティング手法が多くなってきた。t、メーカーは少数だが高品質のクリップアート集、200画像程度でなしたが、その t、メーカーでさえ量を重視した、クリップアート市場に興味を持つようになる。年、t、 メーカーは50万個のクリップアートライブラリーの権利を得た当時世界最大。この権利もブロタービンドが受け継ぐこととなった。同時期にマイクロソフトを含むワードプロセッシング企業は製品にクリップアートを同梱し始めた。1996年マイクロソフトワード6.0には82個の WMF 形式のクリップアートが同梱されている。 デフォルトでインストールされる。現在では、マイクロソフトオフィスには14万個以上のメディア部品、クリップアートを含む画ドを混んでいる。1990年代後半には、ノバデベロップメントと、クリップアートインコーポレーテッドなどの企業も大規模、クリップアートコレクションを有するようになった。1998年から2001年にかけて、T メーカーのクリップアート資産は、 IT 企業に付き物の合併や買収により毎年所有者が変わっていった。例えば、ザラーニングカンパニー、1998年マテル、1999年など、現在 T メーカーのクリップアートを販売しているのは、ブロタービンドの子会社リバーディップである。2000年代になると、ワールドワイドウェブの普及によって、 ソフトウェアのオンライン販売が一般化してきた。クリップアートのオンライン販売も clipart.com, weddingclipart.com, graphicsfactory.com などの企業が始めた。このため、現在では、 クリップアートは関連製品に同梱して売られるだけでなく、オンラインで個々の画像を販売したり、ライブラリー全体の使用権を販売することが一般化した。クリップアートはデータ形式によって2種類に大別される、ビットマップ画像とベクトル画像である。販売形態は製品として箱で売られるものからオンラインでダウンロードするものまで様々出る。 クリップアート業者のマーケティング手法は広範囲に大量のクリップアートを用意するか特定分野向けに特化するかのどちらかである。マーケティング手法とアートスタイルは相互に関連が深いとも言える。古いクリップアートはまとめて安価に販売されることが多くなっているが、それらは最近のクリップアートに比べて単純なものが多い。また、 小規模な特定分野向けのクリップアートは凝ったものが多いが同時に効果である。電子式、クリップアートにはいくつかのファイルフォーマットがある。利用者はファイルフォーマットの違いを理解し適切な形式の画像を使うことが重要である。クリップアートのフォーマットはビットマップ画像とベクトル画像に対別される。ビットマップ画像形式はカラー、または モノクロのピクセルを並べた矩形イメージである。例えば、スキャンされた写真には、ビットマップ形式が使われる。ビットマップ画像は、ファイル作成時に解像度が決まってしまうという制限がある。イメージが矩形でない場合、デフォルトの背景色でイメージを囲んで矩形にする。解像度が固定であるため、ビットマップ画像をより解像度の高いプリンターで印刷すると、 品質の低い結果しか得られない。また、本来の解像度よりも拡大して表示すると、同様に品質が悪くなる。一部のビットマップ形式、Apple のピクト形式などは、α チャンネルをサポートしており、透明な背景を設定したり、アンチエイリアスが可能となっている。Web で、一般的な形式、GIF、JPEG、PNG はいずれもビットマップ形式である。 GIF 形式は低解像度向きの最も単純なビットマップ形式の一つで256色までしかサポートしていない。そのため GIF 形式のファイルサイズは非常に小さい。その他のビットマップ形式としては BMP、Windows ビットマップとが TIFF がある。クリップアートの多くは低解像度のビットマップ形式で提供されることが多く。 拡大したり印刷するのには向かない。しかし、ビットマップ形式は写真にとっては理想的であり、特に JPEG のような非可逆圧縮アルゴリズムとの組み合わせで利用される。一方、ベクトル画像形式は、幾何学的モデリングにより、画像を一連の点、線、曲線、ポリゴンなどで表現する。画像が幾何学的データで表されるため、任意の解像度、 任意のサイズで表示でき、高解像度のプリンターで印刷してもクリアな画像が得られる。ベクトル形式は解像度の任意性や編集の容易さといった面でビットマップ形式よりも優れているが、ビットマップに比較してサポートするソフトウェアが限られ、写真などもベクトル形式にするのは困難である。初期の電子式、クリップアートでは、ベクトル形式では単純な線画しか描けなかった。 2000年代には、ベクトル画像描画ツールの能力は、ビットマップ画像と変わらない程度の画像を作り出す、程度にまで向上しており、同時に、ベクトル形式の利点、解像度の任意性は失っていない。主なベクトル画像形式として、Adobe の EPS、インキャプスレイテッドポストスクリプト形式がある。Microsoft の WMF、Windows メタファイル形式は、EPS よりも単純である。 W3C は XML ベースのベクトル画像形式 SVG スケーラブルベクターグラフィックスを開発した。これは多くのウェブブラウザでサポートされつつある。クリップアートの利用は著作権と利用の許諾の内容によって制御される。これを理解することは法的に正しくクリップアートを利用するにあたって重要である。ロイヤリティ無料のもの。 権利保有者が管理しているもの、パブリックドメインのものに分けられる。多くの商用クリップアートは限定されたロイヤリティ無料のライセンス形態で販売されており、顧客はクリップアートを個人的目的、教育目的、営利外目的には自由に利用することができる。場合によっては商用利用の権利も限定的に付与されるライセンス形態もある。しかし、 ロイヤリティ無料の画像の権利関係はベンダーによって様々である。高品質なクリップアートには権利を管理された状態で販売されているものもあるが、最近ではほとんど見られない。パブリックドメインのクリップアートは著作権が放棄されているためよく使われる。アメリカ合衆国地方裁判所は1999年ブリッジマンアートライブラリー対。 コーレルコーポレーション事件の裁判の中でパブリックドメインの画像の正確なコピーは米国の著作権法で守られるとの判断を示したがこの判断は今のところ写真にしか適用されないこれはスキルや経験努力とは無関係なオリジナリティの問題であり原画像の二次的著作物に該当するか否かの問題であ実際米国最高裁判所はの裁判で労働や 経費の高を著作権制における考慮に含めることを拒絶する判断を下した。例えば、ドーバープブラケーションスや、南フロリダ大学の ETC プロジェクトの膨大なクリップアートライブラリーは、パブリックドメインの画像が元になっているが、それらをスキャンして手で編集しているため、編集部分に著作権が発生し、独自の利用ポリシーが適用される。 パブリックドメインの画像を真にパブリックドメインのクリップアートにするには編集部分についてさらに著作権を放棄する必要がある。ウェブの流星により本来販売されるか無料クリップアートとして配布された著作権侵害のクリップアートのコピーが広範囲に蔓延することになった。米国では1923年1月1日、 以降に出版された画像は著作権で守られている。1923年以前の画像に関しては、それがパブリックドメインかどうかを注意深く調べる必要がある。例外として、作者や出版社が1923年以降のクリップアートをパブリックドメインとすることを宣言したものがある。ベクトル形式のクリップアートについては2004年にオープンソースコミュニティが オープンクリップアートライブラリーを設立し、著作権者が著作権を放棄した画像を集めている。2006年現在、同ライブラリーには6500個の画像がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。